前回パートの最初にこのタイトル画面再起動したら切り替わるよって言っちゃったんですけど、本当は 50cc から 200cc、 そしてミラーのグランプリ DLC 以外全部優勝しないと変わらないみたいです。嘘ついてすいませんでした。はい、ということで第99回マリオカート8デラックスランダムカスタムドやっていきましょう。もう99回ですか。もうこんなに長くね、皆さんにね支えてもらってる企画ですが、前回パートコメント数いくらでしょうか。ポン95件。もうこんなにねコメントたくさんもらってるんで、今回もねこのたくさんのコメントの中から一人抽選しまして、ランダムカスタム診断していこうと思います。ポン40番目にコメントくれた方、よろしくお願いします。さて、で今回名前をお借りするのはこの方、ポンゆりのさんということで、のこのこのおかげでブリンバンバンが流行ったのですかね。過去絶対偶然ですね。いや、まあ任天堂なんでそれぐらいしますということで、いきましょう診断する。待って、これ右下見える？なんかランダムカスタム診断これ更新したんですけど、なんか右下に読み上げるってある？これ見えます？ちょっと押してみよう。ゆりのさんは、おー、そういう感じね。はい。マキシマムクリームブロックハイラルカイトのカスタムで走りましょう。ってことなんで、これでいきます。ケッツァゴー。いや、なかなかごつそうなカスタムだな、今回。いきましょう、スイーツキャニオン。まあこれどっちだ、ドリフトバイクだよね。そうだよね、よかったよかった。ハングオンバイクだったらどうしようと思いましたけど、まだねカーと同じ感覚で曲がれるドリフトバイクなんで、なんとかやっていけるんじゃないでしょうか。まあ今回もこのカスタムステータス見ていきましょう。まあスピードは高いですが、まあ、それ以外かなりゴミな雰囲気はある。なんとかしよう。重量級おばさんはこの環境、まあ中量級がね、まあ、強い環境ですけど、まあ、このおばさん重量級おばさんの重たいんで、あ、前にもあれロゼットいるわ。ロゼッタめっちゃいる。流行ってるか、ロゼッタ。普通にね、重量級結構いやらしく、周りをね、ガツガツ押してって、やっていける。なんでそんなみんなブーメラン持ってるのね。ブーメラン中がいっぱいいる。コインちょっと回収し直して、まあ打開するんですが、9位で割っときますか。巻いて巻いて巻いて。9位で2回割っといて、ミドルコロコは。あ、取れてないか、1個。まあ、近畿の早めに消費。引かれないように。コインもしっかり増やしていって、ミドさんそれ怖えな。大丈夫か、バックスなしてきそうなんで、ちょっとラインはずらしておきたいところ。怖い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 。大丈夫、ダブル回収して左ルート行っていきましょうか。右の方が早いんですけど、3段引いた。これ早めに使っときますか。ちょっと1位も離れてるんで、そのキラー終わり、いやちょっと回避多いんで1回キープ。ここはさすがにタイミングずらしておいて、裏キンキノっていうのがちょっと使いづらいんですよね。そこをどうしようかって感じですけど、ここで使っちゃいますか。ここで回避出せないところ使っちゃって、でここで10位で割ってるんで、いいアイテムいけるでしょう。スターナイス。さあ、こっからどう上がっていくかだな。これ近畿は多分交換できないんですよね、ここで使うと。もうそりゃもう仕方ないとして、このスターで頑張って上がっていくしかないが、後ろそれ何持ってる、アイテム見えないな。赤さんだ、投げてくるよね。ちょっとこれ待って、早く前に抜かさないと俺に赤コーラ来ちゃう。早く、やべ、消しちゃった。大丈夫か、この赤。大丈夫ね、キノさんで加速していければ一気に順位上がっていくじゃないですか。 OK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 。 サンダー強いね。サンダー振らせられれば大体勝ちます。ミュージックパーク、さっきこのカスタム走りづらいね、スピード以外弱いって言ったけど、なんかやっぱスピード速いって大事だな。前回パートでもそうでしたけど、スピード速いだけでぐんぐん上がっていきますね。しかも全然ターボもハマってるし、神カスタムか。なんか総合的なさ、ステータス見ると高くね、全体的に。まあ本当はまあターボ値がもっと高い方がいいんですけど、まあ、3.5 しかなかったんで調べたら。いやー、何その跳ね方、ここのシリータめんどきついか。ちょっとターボさすがにここは苦しい予感がしてますが、コイン余ってない、余ってねえか。まあ、ここダブル取っていきましょう。ジャンプアクション狙い、ミスってる、もったいない。ここはしっかり出していってコイン出ちゃうか。まあちょっと1位に前走ってもらって、まあ、自分は2位でキープしていってトゲ受けてもらいましょうか。早めに防御はもっと着たいところですけど、黄色解放からの紫をゴリ押しで溜めていく。あ、絶対たまんねえ、やべえ、ちょっと嘘つきました。一周目ちょっとさっきスイーツキャニオン解けないっす。スイーツキャニオンっていう、待って、光りそう、やばい。簡単なさ、まあ、キノコカップの交差だからさ、騙されてました。これ弱いです。弱いけどさ、ここトゲ受けてもらいつつ、キノさん持っていければって感じですかね。アクコラも投げなくていいかな。テレサに取られるのも嫌だし、そんなに1位ちょっかいかけなくていいかなと思ってるんですけど、アクコラ自分じゃない、 OK、 大丈夫そう。キノさんで抜かせる範囲かな。まあぶっちゃけ2位でもいいんですけどね、動画撮ってたらさ、
1位が取りたくなるんですよ。ね、2位じゃダメじゃない？ね、もう某蓮舫さんが怒ってそうだけど、サンダー来る。まあ、言うて近くで回避してる人はいないんで、荒らされはしなそうだけど、加速が、やべ、大丈夫か。なんとかご了して、ダブル通るけど、そのキラーどこまで来るっけ？怖い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 。チリーはご利用して貯める。ラグいな。どこ来た？キンキンの上がってきたのか。あ、ここは赤コーラ投げちゃいましょう。ダブル通れなそうだったんで譲ったんですけど、ここは木野さん出て、まあ2位ですかね。まあまあまあ1位、あ、意外と近かった。ワンチャンいっちゃったか。まあまあまあいいでしょう。2位。今日は2の日かもしれんな。2位ときて、次何位でしょうか。なんかマジでロゼッタの背中でかくね。デイジーよりなんか2回りくらいでかく見えんだけど、いきましょう。デイジークルーザー、こことかさ、あの狭い終盤のとこ、このカスタム、ちょ、ここきついね、たまたまないな。終盤強いんじゃないですか。コイン出んのちょっと厳しい。まあ、ここ使っときましょう。スピードとは全然負けないんで、できれば直線で、ちょ、テーブル邪魔です。なんか、あ、みんなテーブルに捕まってるわ。クソ邪魔なんだよな。ここ狭いとこね。この辺とか圧かけていけるんじゃないですか、中量級軍団に。何が起きてる？落下？またコイン、俺1位だったか。風取れそう？取れない。ターボがカツカツすぎる。溜まってない。バナさん食いたくないんですけど、置いた。マジか、攻めろで君。アイテム1個取りつつ、ここは頑張ってターボ貯めて、クリボーに捕まったか。コイン回収していきましょう。美味しい。この3枚言うてそんなにアウトにないのに、しっかり3枚回収できる。攻めちゃおうか。攻めなきゃよかったかな。当たるかこれ。当たんない。まあ、赤子引いた。ポケ来てる。引かれないように、譲られないように、ちょうどいい距離感を保っていけ。大丈夫そうか。どこ通る？下通る。あ、これでコインも10枚ありつつ、赤コーラ2個持って1位出れると。まあサンダーだけだな。あとはその、待って、バナナ怖すぎ。体でかいからさ、普段の感覚で言ったら食らっちゃいそう。ここは水で炭消したいけど、ちょ、ターボがさ、ところどころ溜まってないの不安すぎる。いつか事故りそう。キラーどこに来る？さすがに来ないよね。テーブルやめてね。テーブルが危なすぎる。緊張すんな。さすがにもうトゲも来ないはずなんで、ミスらなければ勝ちきれるんじゃないですか。ここターボ貯めていきつつ、黄色からミニターボジャンプアクションで勝ったんじゃないですか。オッケー、いい逃げ切り。なんか最近マジいい感じだな。ネイチャーロード久々に走る気がすんな。ネイチャーは前に逃げたいですよ。ここターボ解放しちゃって、コインは使わないでいくか。ここインコースいけるか。あ、これ来る。マジか、持ってるか。まあ下がりたくないんで、このまま行きますか。この樽のインコースね。他のカスタムならつけるけど、こんなクソでかいカスタムだったらつけない説あるな。ここインは乗りやすくて、そういうのあれだな、乗るとことかはちゃんとでっかくて引っかかってくれるんで、やりやすい感はある。コイン回収したい。2枚、3枚は取れないか。ちょっとミドさん怖いんで、ショートカ行っちゃおう。まあ、ショートカっていうのはそんな速くないあれなんですけど、赤コーラ持ってんのか。やーべ、あぶね。体がでかすぎてかわせる気がしない。反射やめてない。やめてやめてやめて、怖い。バナさんはあんまり早く出したくないな。あ、ここ交換しつつ、これインコース、このキノコの加速でいけるんで、いっちゃいいの。バナさんボロン。まあまたあれだね、また上位キープして、あれ弾かれた。上位キープしといて、トゲゾウになんとかしてもらう。これまでの、まあ、一番強い形でしたね、マリオカートで。ぶっちゃけ1位厳しすぎるんで、このゲーム。まあ、ここキープすんのが一番美味しいんじゃないでしょうか。まあ、サンダーしたいだな。トゲ来る前にサンダーとか来たら、ちょ、またややこしくなっちゃうんですけど、そんなにもうこれ攻めなくていいんじゃないですか、バナさんと木の内で。罪はちょっと嫌だけど、1人潰れた？交換者はもう攻めます。さっきと言ってる男は真逆だな。攻めたくなっちゃう お年頃なんです。これ、ファイヤーか。どうしよう、1人消えた。トゲ来ないのか。インついちゃいって、後ろちょっかいかけてワンチャン赤に。1個しか取れんかった。まあ2か。赤コーラは防げる。2個やめてね。さすがにこれはもう1位間に合わないんで、2位でいいでしょう。いやでも今日2212ですか。なんか最近調子よくね。かなり上位安定して取りましたが、まあ、カスタムが良かったのか、俺が上手くなってるのか。次回ね、記念すべき第100回目なんで、よかったらね、
コメントして、ちょっと特別会、なんか全然考えてないですけど、特別会にしようと思ってますので、皆さんどしどしね、コメント、そして高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。